はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回の長兄の未挑戦家の極限バトルをこの極スリ連れていこうかなと思ってます。200パーの恩恵ですね、こいつが使えるかどうか。まあ、マレキゼぐらいで、パッシブ弱え。まあ、なるべく超必殺技単位にしましょう。無凸です。で、左から無凸、無凸、2G、2G、3凸、1凸、フレンド2凸です。まあ、グレートサイヤンも連れてってるから、まあ、サポートとしてはいいかなと思ってる。まあ、やっていこう、とりあえず。さあ、行くぜ。久々の極限バトル、長兄ですね。まあ、なんでこのパーティーにしたかっていうと、まあ、なんだろうな、理由としては本当にあれですね、あれなんですよ、あれがあれであれなんですよ。フォーとゴッドって、まあ、気力リンクつながりやすいというのはある。ただフォーコンビとゴッドコンビは気力リンクつながりにくいから、今回はフォーコンビは連れてきてないです。めっちゃ必殺技打ってくるな、お前は。そう、 GT 同士はリンクいいんだけど、 GT とこのフォーコンビとこいつは相性が悪い、記録リンクがね。でも GT 単体のキャラとこいつは記録リンク若干つながるから、まあ全然ありかなと思う。し、普通に強いからね。もうセサミ倒したしね。セサミって言っちゃうよね、セサミストリートかいっていう話なんだけど。あれも倒しちゃう？あれ？こんな簡単だったっけ？いや、わからん。ドヤ顔悟空3連れてきてるからな。今回いけるかわからんぞ。で、ちゃんとね、記録プラス5のグレートサイヤマン連れてきてるから、めちゃくちゃ打ちやすいです。プラ5だったっけ？そうです。長兄の味方、記録プラ4だ。だから普通に必殺技を打ちやすい味方ね。ただリンクがね、こいつつながりにくいから、多分これも伝説の力のみですね。だからこっちの方がいいです。まあ、神次元でつながったりとかもするから便利ってことで、肩をつけましょう。おやおや、こんな簡単でいいのかい。まあ追撃ありきで、ソルベ攻撃で、まあ、倒せれたらなとは思う。ただ全属性効果抜群じゃなくてフリー属性だから、まあそこはしゃあない。背負い投げまあ言うて、でもグレートサイヤーマンもいるから倒せるんちゃうかな。どう、追撃ありき。いやー、6周年かっこいいよね。7周年もいいけど6周年かっけえわ、やっぱり。 OK。 次が地獄ですね。さあ来い。リンク悪いな。リンク悪。ちょっと使っとこう。一応使おう。念には念を起こして。うわー、超必殺技打ちてー。ちょっと打っていい？打ったらどれぐらい下がるか知りたいよね。一応ディフェンス12万。ただ200%の恩恵受けてるから大丈夫だと思う。知らんけど、こいつはもうこのターンで倒せるはず。そうか、気力リンク悪いな。 OKOK、 ナイス。あんまり受けたくねえな。でもどうなんだろうな、 200% 恩恵受けてたら大丈夫な気すんだけどな。次ちょっと固定でいこうか。いや大丈夫か、怖いんだけど。普通に
一冊打ってきた。ボタモインパクト、ボヨンで、ヒットがまだ打ってきてないからそれが怖い。真ん中で打つ分にはいいけど、ケツで打たれたらやばいかも。あ、やべえ。さあ行くぜ、龍拳ガオドヤ。うー、めっちゃ食らうやんけ。きつ。めっちゃ食らった。あ、神の次元か。わあ、会心率上げるかアタックを上げるかっていう悩みっすね今。まあどっちでもいいんだけどな。まあこっちで行こうか。それに磁力が強いし。めっちゃ食らったな。ビビるぐらい食らってんねんけど。わあ、悟空3200%の恩恵はちょっとないな。極限待ちやね。ただね、悟空3多分当分先やと思う。どうなんだろう、ロゼ様の方が先出たよね確か、悟空3より。やべ。まあでも大丈夫、全属性ガードついてるから強い。お前倒す。はい、ドン。さあ行こうか。おいキャベ、野球しようぜ。最近なんだろうな、声真似をねいろいろチャレンジしすぎてわけわからんことになってるわ。よっ、おお、いいね、素晴らしいね。これはもう倒すでしょ、会心でポンって。北斗百裂拳。ああ、まだそんなに HP あった。あー、伝説リンクだ。こいつめっちゃリンクつながりにくいからな、まあ、しゃあないけどな。そうだよね、グレートサイヤーもめちゃくちゃいいんだけど、リンクがね落ちてるからそれが残念。ただディフェンスが上がるからすっげえいい。リンクでつなげるというよりもパッシブで頑張ってっていう感じだね、サポートで。はい、オッケー、次行きましょう。次がロゼ様ですね。そしてこのタイミングでまた悟空3が登場するというね。はあ、きつか。これこそここでちょっと受け性能を見てみたいね。ちょっと見つかっていい。さすがに怖いんだけど。やっぱ使う使う使う。ここで死ぬより俺やっぱ使うわ。死にたくないもん。もう本望や。死にたくないっていう。うわ、でも必殺技打ってみてえな。ちょっと打てるように調整しようか。これで打てるんじゃない？あ、打てた打てた。でノーマル必殺技、これでどう？うわ、やっぱり数字の桁数が弱いな。3472万。他のキャラと比べてやっぱりちょっとアタック値は低いね。まあでもそれはしゃあないよ。しゃあない、こんだけのパッシブだったらしゃあないよ本当に。ハンデを背負ってこいつは生きてきてるもん。このドヤ顔悟空は。ちょっと固定で行きたかったけど、真ん中ね、あのザマスがおるからちょっとね無理っすわ。さすがに怖い俺も。しかも2回攻撃してくるから。あー、打ってこんかった。80万、引く。200%恩恵。ほう、ウィス使ってこれだったらきついな。間違いなくきついな。間違いなくきついよ皆さん。ウィス使ってこれですからね。もう一回言うけど、きついな。冗談抜きできついな。体力もちょっとやべえんだよな。まあウィス使ってるとは言えな。いや、次に回そっか。
やでもここで油断したら負けそうな気すんな。次ちょっと蛇姫使わないと俺死ぬかもしれん。てか死ぬわ普通に。背負い投げー。 OK、 いいよ。とりあえずロゼさえ倒してしまえばあとはもうザマスだけなんで、それはまあ結構楽にはいけると思います。勝てえなマジで。でここ必殺打てず、うんだよね。うん、こんなに苦戦すると思ってなかった。戦闘やべえな。だからここで肩をつけよう。これでいく。うわ、毒感ゲージ溜まりそうで溜まらんの。まあ、これで全属性効果は、まあ、ザマス攻撃すればよかったかもしれんな。そい、そい。倒した。あ、これで倒したね。はい、はい、はい、はい。背負い投げ。オッケー。悪くない悪くない、全然は悪いかも。ひめっちゃ食らった。アイテム使っててよかったほんまに。そう、多分ね悟空3だったら消えてるわ。多分悟空3だったらちょっと間違いなく消えてる可能性はでかい。いいダメージ入ってる。素晴らしいよねこいつ。強いよ普通に。イベさんにしてはかなり強い。カエルイベさん、うおー、真ん中地獄絵図じゃないか。真ん中じゃないよ、キツか。そんな暇ねえって遊んでやる暇ねえって。はい。そい。倒した？決まったね。かっこよく決まりました。はい、まあいかがだったでしょうか。今回まあリクエストでね 200% 龍拳、いただいたんですけども、まあ使えるか使えないかって言われると使えないですね、残念ながら。まあ 200% 龍拳選ぶんだったら他のキャラ選んだ方がいいかなと僕は思いました。まあかなりきつい戦いになりそうなんで、あんまり使えない、うん、まあ、それだったら本当に他のキャラ選んだ方がいいかな。他に使えるキャラいっぱいいるから、そちらの方がいいかなと僕は思いました。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。今回、まあ、リクエスト編やらさせていただきました。チャンネル登録もねぜひよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。